リシ君は中国出身の女性フィギュアスケート選手。2014年ソチオ,オリンピック中国代表。2014年4大陸選手権3位。2011から2012シーズン JGP オーストリア杯とボルボ杯にて共に銀メダルを獲得し、ポイントランキング5位で2年連続でのファイナルへの出場を決めた。ジュニアグランプリファイナルでの順位は4位だった。 続くインスブルックユースオリンピックではフリーでパーソナルベストを出すなどの演技で銅メダルを獲得した。2012から2013シーズンシニアクラスへ移行こう。中国杯で5位、NHK 杯で4位。ボルボーオープンカップでシニアの国際大会初優勝。世界選手権ではフリーのパーソナルベストを出し7位に入った。2013から2014シーズン 中国杯では10位。翌週の NHK 杯は出場しなかった。12月の国内選手権にも出場はせず、迎えた4大陸選手権では3位。中国の女子シングル選手が4大陸選手権で初めて獲得したメダルとなった。2014年2月、理事新発となる冬季オリンピックである2014年ソチオリンピックに出場し、14位。 2014から2015シーズン、リ・アキラダマが中国のナショナルチームの契約を更新せず、アメリカに帰国したため、公開軍にコーチを変更した。2016年6月、再びリ・アキラダマの指導を受けるために、練習拠点をアメリカに移したとの報道があったが、11月下旬にアレクセイ・ミーシンの指導を受けるため、ロシアに渡ることが判明。 現在はロシアを拠点に練習している。2017から2018シーズン、出場予定だった中国杯を開催2日前に突如、棄権。2018年11月、自身のインスタグラムで引退を発表。中国の女子シングルの中では特に高い技術力を持ち、3回転アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。 3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプは3回転フリップマイナス3回転トーループと3回転トーループマイナス3回転トーループの2種類を飛ぶことができる。フリースケーティングでは3回転フリップマイナス3回転トーループと2回転アクセルマイナス3回転トーループを組み込んでいる。ルッツジャンプは成功率は高いが常にエッジエラーの判定を受けている。 ありがとうございます。